はい、東京書籍とありますよ。東京書籍です。これは分かりますか？もう分かりましたね。はい、あのどこの東京、あ、違うな、読売新聞ですね、はい、ニュースでちょっとびっくりしたのがありまして、それをちょっと読ませていただきます。これは何はい、東京書籍の高校地図教科書に訂正1200箇所で、文部科学省検定には合格、異例の再配布。はい、行きます。はい、教科書最大手の東京書籍が発行した高校地図の教科書で約1200箇所の訂正があったことが17日分かった。教科書は昨年4月から高校1年生が使用しており、文部科学省の教科書検定にも合格していた。同社が訂正済みの教科書を再配布する異例の事態となっている。同社によると1200箇所の改訂があったのは新高等地図の、内訳は語気や位置の誤りが約50箇所あったほか、作品と地図とで地名の表記が異なるものなどが約600箇所、都市などの掲載場所を示す作品のページや記号が誤っていたものが約400箇所、地名変更など社会情勢の変化に伴うものが約150箇所あったということで、特に恥ずかしいところはですね、南米のドレーク海峡がマゼラン海峡とされ、中国内陸の山西省の山西省が山の西という漢字表記になっていたということですね。でこれはもうすでに3万6000冊使われていて、それを訂正して再配布。同社は地図専門の編集プロダクションに作業を委託していたが、新型コロナの影響で双方の担当者が在宅勤務となり、校閲作業でコミュニケーションが取りにくくなったという東京書籍は申し訳ないというコメントを発表しているということなんですけども、まず東京書籍はレベルが低いなっていう、まあ、だって最大手ですからね、まあ、中学高校とあっても特に中学が強くて、中学の歴史教科書なんてもう4割ぐらい占めちゃってるわけですから、ものすごいもう横綱もいいとこですよ。そこがですね、こんなミスをして、いやコロナだから連絡がとか言ってる、それは非常にお粗末だなと。これはそれでいいんです。問題は文科省ですよ。これ教科書検定合格してるんですよ。で私ですね、2年前、提出した時は歴史教科書680箇所の訂正が入って一発不合格食らってるんですよ。これ1200箇所あっても一発不合格のはずなのに、合格した上で修正手続きも経て、でもう全国に配布されてるんですよ。じゃあ私の教科書680箇所の検定意見で不合格食らった、うちらの立場どうなるんだって話ですよ。いやもうそれは武田さん嫌いだから不合格したんだよ。いや嫌いだと思いますよ。そりゃ好きなわけないと思いますよ。いやそれがおかしいよね。そこがだからね、同じルールでちゃんとして見てくれてるんだったらいいんですよ。ところが令和書籍は厳しく見て、東京書籍は甘い。だから東京書籍だから合ってるだろうと思って、教科書検定したんでしょうか。とにかく教科書検定ってどういう状況かというと、まず私ですね、100冊近く提出するんですね。で大体普通の何でこんな提出するんですかって聞いたら、なんか60人ぐらいで読むらしいんですね。だから60人で読み込むんですよ。だって普通本を出す時に、まあ、編集者がいて、まあ、校閲1人つくぐらいですよ。もう2人、まあ、もしくはもう1人ぐらいの3人のチェックぐらいで本になっちゃうのが普通なんですよ。ところが60人体制で読み込むなんて、こんな強もう国家レベルの最強 の、あの校閲チームが組まれるわけですね。でしかも歴史の場合、例えば日本の古代史専門とか中国の古代史専門とか、もうトピックごとに専門家を集めて読ませるんですよ。そして、まあ、教科書検定の合格発表の時に教科書の、まあ、検定している人のリーダーと会うんですけども、その人が持っている私が提出したその書籍なんかもうボロボロになって、もう分解してるぐらいなんですよ。それでこちらからしてもよくこのミス見つけ出したなっていう、逆にもう敬意を表しちゃいたくなるような些細なミスを、もう地図上の位置がちょっとずれてるとか、ここの旧国境がここの角度がおかしいとか、そこまで言ってくるんですよ。嫌なやつだね。この時にしたくないタイプ。ありがたいんですよ、こっちのミスを洗い出してくれるから。それほど強烈な校閲作業を受けて、で教科書検定が進んでいくんですけども、じゃあこの東京書籍の地図はどんな検定をしてたんだって話ですよ。
だからこちらとしてもね、いや厳しい検定はウェルカムなんですよ。こっちの間違っているところを指摘してほしいわけだから、まあ、こっちもなんか南京大虐殺とかちょっとうんと思うようななんじゃこれはみたいな検定結果はもちろんあるんですけども、まあ、98% ぐらいは納得のいく、まあ、確かに分かりにくいなとか、確かにこれちょっと数字がずれてるなっていう、だからありがたいんですよね。だからもう5回目ですからどんどんいい教科書になってるわけですよ。だからまあ、じゃあもしかしたら東京書籍の地図の検定は相当甘かったんじゃないか、まあ、令和書籍が受けたような検定とは次元の違う検定を受けてたんじゃないか、東京書籍さんだから合ってるだろうというバイアスの中でやったんじゃないか、で結局配布したら、現場の教職員からここ違う違う違うってプロップロ来て、結局1200箇所直すって、いや、あの今だから私言えるんですけど、4月になると次の教科書検定提出するので、そうすると一切検定については、あの検定受けてる側なので、うん、発言してはいけない、貝のようになんなきゃいけないので、もうギリギリ駆け込みで今は言えます。今は東京書籍批判できるんですけど、もう4月になったら、え、でもそれ4月1個でもこれはできますって、これおかしいですよ、うん、ダメなんですよ。え、それもダメなの？一応あの文科省から教科書検定については他者批判とかも含めて一切してくれるなというふうに言われて、考慮して最初ちょろっとなんかここまではいいかなって言ってたら、武田チャンネル見てるんですよ。それでこの発言は問題ですって言われて、あ、分かりました、今後一切触れませんって言って、でもさ、さっきの話に戻るけども、令和書籍でも60人以上ついたわけでしょ、はい、はい、そうです。でそうすると最低でも、この地図検定、まあ、地図っていうの教科書検定で60人以上はついてるはずじゃないですか、まあ、人数的に、まあ、提出あの かなりついてると思います、ね、うん、はい、でそうするとその60人以上の人は何やってたんだっていう、そういうことですよ、そういうことになるよね、はい、結局あれですよね。でもあの科目ごとに、担当する人は違うんですよね、だからおそらくこれ多分地図だから前例踏襲でもう同じこと書いてんだろうっていうので多分通したんでしょう。でもいろいろとやっぱり今はもっとこう CG とかいろいろ駆使できる、 CG というか地図とかでも駆使できるからいろいろ変わったところがあって、そこがうまくいけてなかったんでしょうね、はいはい、みたいですね。出版社だったらでも社内の今度公正公閲もあるはずなのね。あ、もちろんそうですよ、はい、それも何やってたのかっていう、本当ですよ、ひどいですよこれ、うん、だからまあそういう、まあ、そういう出版社も出版社でおかしいんですけども、検定これ意味わかんないですよね。いや私もこれ思って意味ないじゃんって。そうです、だったらこの令和書籍の立場ないですよ。600箇所ごときでね、一発不合格食らってるんですよ、うん、いやだから多分教科歴史教科書はことさらやっぱりその、はい、そうか、ナイブだから、そう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 、あの作る会とか の、はいはい、あの教科書も、そうだし、あの自由者の教科書と武田さんのところっていうのはやっぱり相当、うん、厳しく見られたと、だからそうすると同じ扱いじゃないっていうのはこれは差別ですから、うちの会社が差別されてるってことになりますし、でしかもこの歴史 あの地図っていうのは同じ社会科ですから、まあ一応あの小中学校で一つのチーム、高校は一つのチームで科は分かれてるんですけれども、あの同じ社会科ですからね。で中学だって歴史地図もあるわけですよ。で私の出してる教科書の地図の部分にやっぱ相当あの検定意見がついてました、多分もう何百っていうのは地図でついてるんですよ、かなり厳しく。でなんで中国の地方の都市名がちょっと違う感じだと、そこもあの指摘入ってましたし、よく気づいたなっていう。でも、はい、それしたらさ、山西省だったらでかいじゃんね。でかいですから、そのくらいだって60人で見たら気づくだろうと思うんですけどね。そうです。ボーリーを探すじゃねえんだからさ。でその検定後にあ文科省これ漏らしてるなって、ルビーの間違い見つけてないなって、間違った本人が言うのもなんなんですけども、検定ミスっていうのは あるにはあるんですけど、ものすごい少ないんですよ。ところが今回1200箇所あの漏れてるわけですよね。間違ったものを1200箇所漏れちゃってるわけですから。ちょっとおかしくないですか、はい、でもしかしたらさ1200箇所以上ある可能性もあるね。いや、そう、まあ、未発見のものあるかもしれない。未発見のものね。だからそのだってもう天下の東京書籍が一発不合格ですからね。普通は1回出して、検定意見が来て再修正してで合格になるんですけども、検定意見が一定数より超えると
一発不合格で出し直しがさせてもらえないんですね。これを一発不合格と通称言うんですけれども、その天下の東京大書籍、あ、東京大書籍じゃない、東京書籍が大震災じゃない一発不合格っていうのはこれはもうとんでもない時代ですよ。令和書籍ぐらいですか、一発不合格なんてね、うん、ですからまあ甘かったんでしょうね多分ね、うん、結局そこで不合格にしちゃうと、はい、やっぱり現場が、はい、東京書籍の教科書を採用しているので、そこに支障が出るとか、うんうん、おかしな配慮っていうのがあったんじゃないですか。合格前提で見てたのかもしれません。私たちの場合不合格前提で検定されてますね、はい、うん、だから同じ教科書検定の中で会社によってね、見方が違う、ハードルが違う、前提が違うになったら、これは私の会社が差別を受けてるっていう話ですよ。まあ、はい、どうなんですか、次回は合格そうな雰囲気になってるんですか。かなり良くなってきてまして、最初の2年はどこがダメかも言ってくれなかったんですね。3年目でようやく言ってくれて、あ、こいつ本気だなと、まあ、本気かどうかともかく600何箇所来て、うん、で一発不合格ですよ、数が多いからって言って、うん、そして次の年出し直したら200何十箇所で一発目に通ったんですね。で年内再提出出せるということ でそこまで行くと不合格になった事例はないんですけども、うん、戦後初めてそこを突破したのに不合格になったんですよ。最後ね18箇所ぐらい残ったんですね、うん、これね最終の修正の提出の2時間半ぐらい前にちょっとページの差し替えが必要な修正を指摘されたんですよ。ちょっと待てやって、その場で私ね電話口で調査官と喧嘩になってんですよ、うん、今言うかと、ページ1ページ増やすって今無理だろうってこれはうちをもう不当に落とすためのね不当な検定だっていうことを、まあ、ずっと黙って付き合ってきたんですけども、2時間半前ですよ、もうあと2時間後に提出でページ数増やす修正なんか無理なんですよ。それは無理だよね。でそれ私ね上司に手紙書きましたもん、不当だって言って、うん、はい、家長三郎さんだったら記者会見開いて泣きますよね昔の家長三郎さんだったらねもうこんなに不当ななんて、うん、やるべきだった、はい、やるべきでしたね。でもねその不合格になったやつを売って不合格ビジネスって言われてるんですよ言われてませんよ。どんな商売で不合格ビジネスって言ったんだ。言われたのよ。そうですか。誰に言われたと思います？文部科学大臣ですよ。記者会見で。そうでしたね。あ、そうです。お願いします。まあ、ある記者がね、これは不合格をネタにしたビジネスだっていうね、指摘もありますけど、大臣どう思いますかって言って、そこでコメントを避けるって言えばいいものを、仰せの通りだと理解してますってことも。いやいや、ちょっと待てやって話で。要するに不合格後に売る。売れるからこそ教科書検定は検閲ではないっていうのが最高裁の判断なわけですよね。ところが合格になったものを売るのを文科大臣が否定するっていうことは、このね、その再犯を許可してるからこそ合法だという立て付けを文科大臣自らぶち壊した話なんですよ。でそれで何も言わないから滝田さんに言って、これ産経新聞としてどうなんですかって言ったら、産経新聞からこの発言ね問題じゃないですかっていうなんかあったようで訂正しますっていう風になったんですよね。あ、そう、私は別に言う前になんかうちの現場がやってたらしくって、だから良かったんですけど、うん、まあでもこれもね、重箱の隅ほじりみたいでなんですけどね、僕の後輩の芸人が長野でね、農家やりながら芸人やってるんですよ、うん、半農半芸でリンゴ作ったり梨作ったりしながらなんですけど、で一応この前送ってくださったね、はい、そうですそうです、松尾の、ね、おいしいリンゴをいただきました。ありがとうございます喜ぶと思います。多分見てると思いますけど、はい、松尾アトム前派出所っていう芸名で、はい、いろいろねもう一回やってきましたか、うん、松尾アトム前派出所っていう名前であるんですけど、アトム前橋出所っていう、はい、水島新司先生の格好してドカベン漫談とかいろんなことやるんですけどね、まあ、事務所はちなみに爆笑問題さんのタイタン所属なんですけど、うん、まあ、それはともかく娘さんがいましてね、小学生もう高学年かな、授業参観だったんで呼ばれて行ったら、えらい授業だって言ってましたよ。地理の授業なんですけど、対馬と千島は全然違うでしょ、うん、九州の対馬、その対決の対に馬って書く対馬と、うんうん、はい、北海道の千島と間違えた、うんうん、間違えたまんま授業終わったって言ってましたよ、うんそれは恥ずかしすぎますね。いや、それまずいですよね。で最前列でなんかいかにも勉強できそうな子がツーッと立って、まあ、今時の子なんでしょうね、
先生にその教団の先生に耳打ちしたって言うんですよ。それは明らかにその対馬と千島が違うって指摘したんじゃないかっていう、まあ、松尾に言わせるとそうなんだけど、うんうん、授業中にあごめんごめん先生間違ってたねっていうような修正訂正一切なくそのまま金婚観婚だったって、さすがに授業参観で来てる親御さん親子の身としてはその割って入っていってね、いや先生うちの子に何教えてくれてんのっていうのもまたなんかそれはね、そのモンスターペアレントみたいでちょっとね形の変えたモンスターペアレントみたいで あんまり場の空気乱すのもなんだから控えたんだけどっていうような話が現場からの報告で聞いてますからね、でもそれってひどいですね、中国みたいじゃないですか、先生の間違いを子供が指摘したらそれを無視されたって、その千島と辻野はひどすぎますよ ねひどい、せいぜい通の字が間違えたぐらいだったね、三髄の通書いちゃったぐらいだったらちょっと可愛い間違いですけど、全然場所が違いますからね、違うのに先生が分かってないってことですよね。だって歴史的にいろんなその重みがあるじゃないですか、うん、そのそれぞれのね、対馬も千島も間違いようがないでしょう。間違いがないですよ。でもバルチック艦隊がどっちから来るのかこうでだいぶ迷ったってその話で対馬と千島でしょ、ね、ごたごたになっちゃったってね、頭の中でごっちゃになっちゃったってのは分かりますよ、ね、いいですよ、どの海峡を通ったんだろう、いやいや、平八郎の話をしててですよ、バルチック艦隊が果たして来るよね、九州の南からこう来るのか、それとも同じねその希望法系でこのまま待ってくれる北からね、あの千島から確かに、まあでもね、津軽海峡を攻めてくるのかみたいな、それでごっちゃになったらそれは情状酌量の余地があると思うんですけど、あるある、で4月には5回目の教科書検定提出しますの で先ほどのお話ですけど、前回18残って歴史的不合格になったんですね、うん、でその不合格バージョンは不合格教科書という名前でAmazon で買えますのでね、うん、あと紀ノ国屋でも売ってますけども、でちょっと不合格ビジネスポイントになっちゃう、ね、はい、そこで収益出たので次の教科書の制作費に当てるから、だからもうどんどんもうカラーページが入ったりとかもうバンバンページ増えて、その不合格食らったおかげでいい教科書になってるんですね。で今度4月に提出しますの でその18箇所直せば通りますから、はい、そうなんだ、今回はもう 100% 通るという精神でやっております。はい、精神ってないですよ、これ検定だから精神ってだからどんなほら分かんないじゃないですか、何があるかね、こっちがとんでもないミスをですねまた1200箇所ぶちかますかもしれませんからね、分かりませんけれども、でも今回これさ教科、はい、これは真面目な話ね、うん、はいはい、いや別になんかこう、はいはい、揶揄する意味じゃなくて、教科書ってどうやったら儲かるの、はい、何が利益の源泉って何の、まあ、教科書ってものすごく安いんですよ、うん、まあ、ただ一度教科書通ると10年間使われ続けるので、1年あたりがまあ、例えば今東京書籍の地図が3万何千冊って話でしたよね、うん、ということでこれ10年ですから30万部出るわけですよ。1冊の本通ったら30万部安定的に売れ続けるのが約束されるので、だから1冊の教科書が通るっていうのはものすごい大きいんです。ただ東京じゃあ私の令和書籍の場合は採択されないですよ多分、うん、自治体に採択されないから、その10年間範囲何十万部って多分ないんですけども、ただ私立の学校は学校単位で判断してくれるので、もう検定通ったら採用すると言ってくれてる中学が結構あるんです、はい、で一番レベルが高い教科書になっているので、多分東大目指すとか進学校に入りたいっていう子はおそらく令和書籍のは市販版で買って読んでくれるんじゃないかっていう、そういう期待がありますので、ね、はい、視聴者のねご覧になってるね、番組ご覧になってる、もし学校関係者の方がいらっしゃったらぜひ令和書籍のですね、はい、教科書を採択していただきたいなと、ね、ありがとうございます、そんな風にありがとうございます、曽田さんからも一押しをいただいて、ね、心強いです、ありがとうございます、はい、ちょっとあと1個、あ、そうですね、よろしくお願いします、はい、俺なんだよね、まあ、まあ予算案ということで、ちょっと滝田さんがお見えになってるっていうことでちょっとなんか最初ちらっと見たら小作り案かと思った、俺小作りかと思ったらこう案が見たら小作り案かなと思った、須田さんらしいなと思ったらまあ少子化対策ということでね、そう、家族計画を言わなくていいんだよ